はい、一球の不整地ですね。コブ斜面始まりましたね。ちょっとボーイにしてるんで、コブじゃないわ、なんだっけ、ふらつくかもしれませんが、これをショックください。あ、僕は今日受けてないですよ。僕は一般人です。あそこがゴールだね。ハリドってよかったね。前走ですね。いやあ、なだらかによく滑れるな。あのね、どこだったかな。あ、ここね、あ、まずね、アップでごめんなさい。2月の、あ、高須のパーク、2月の26日日曜日の3時1分前ぐらいです。で、ここはね、エキサイティング B 階だわ。あそこはてっぺんで、急斜面あるでしょ。で、いっぺんなだらかになって、で、また急斜面始まるじゃん。で、ずっとなだらかで、あっちが、チャンピオンクワッドリフトね。で、向こうが、センターハウス、ゴンドラね。で、あれがゴールで、そこが始まりで、そこ急なんだ、ちょっときついんだ。コブがね、コブの質は、雪質はね、こんな感じ。ちょっとガリガリサクサク。で、あそこはね、階段形、ま、ちょっとね、階段形状なんだわ。で、あの辺にね、土がね、見えとったんですよ。なので、土を通り越したところからスタートかな。あ、さっきの坂田先生で、あれが前走だね。うん。前走っていうか、県警が前走するのかな？よくわかるな。あ、前走だね。一級合格の人だね。多分。なんであんな、ドラ安全運転しとるじゃん。なんで安全運転するの？あれ多分さ、失格、あれが生徒がやったらあれ失格でしょ。バンク滑りでもいいんかな、あんな。バンク滑りじゃんか。へえ、ああいう風でもいいんだ。すっごくうまいけどバンク滑りだな。あ、カーブ、うまいな、あいつ。あいつうまいな。おぉ、おぉ。あー、ハイボードしたいな、もう。前走二人目。あの人うまいな。さっきの女の人かな。なんでああいう風にさ、なだらかにいけるんかな。うわぁ。綺麗だなぁ。バンク滑りじゃないのに綺麗だ。なんでああいう滑りできるの？あれさ、板がさ、ID1 なのかな？ ID1 っていうだけでああいう滑りできるか？あ、ジュニアだ。あ、横向いちゃったな。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？合格じゃない？コブが深いよね。ミスったか。うまいじゃん。合格でいいじゃん。ミスったらさ、昔は1点限定になったけどさ、最近2点限定になったんだっけ？忘れちゃった。どこだったっけ？じゃあ、大人1人目だな。大人1人目。こぶっってことは、この試験が最後か。違うな、多分。もう一回行けるんだな。もう一回行くんだな。一級だで、小回り、大回り、総合格好とコブだから、さっきリフト乗って素通りしてきたからな。コブだけ残っとったんかな。もうショートターンと、大回りと、総合格好終わったんかな。総合格好、ここがちょうどいいよね。ここ、この斜面が。さっきリフト降りて、ここまで素通りなんだわ。何にもせずに。うまいね、みんな。安定してるね。滑らかだね。あ、今のちょっと浮いちゃったとか言って、何癖癖つけられると。うまいじゃんか。ダメなの？あれじゃん。前走が安全運転しすぎだよ。安全運転。あれはポンミスだな。いつもああいうことはないんだけど、本番だからああなっちゃったっていうね、こけ方だよね、あれはね。コブに飛ばされたっていう感じのさ。うん。
うまいね。9人か、全部で9人か、10人だ、10人だな。あの人も多分違うコブなら、ちゃんと滑れるんですよ。だからあれですよ、いろんなコブを滑らんと、まあ、10種類ぐらいコブの種類あるとしたら、急斜面、中斜面、階段、形状、丸い形状、幅が広い、幅が狭い、アイスバーン、ボサボサ、ガリガリ、深雪、つってさ、まあ、ある程度10種類ぐらいのコブ滑っとかないと、本番でさ、どういうコブになるかわからんじゃん。今日なんかこれ、まあ、中斜面だな。中斜面で、まあ、そうだな、ちょっと階段の手前で、ガリガリの手前ぐらいだから、すごいエッジ、そうだよな。あの人も多分他の違うコブであったらうまく滑れるんだよ。うん。俺が滑れるコブはこういうコブじゃないんだよっていうさ、感じだったもん。あれ？俺の技術が通用しないぞっていうさ、なんかしらの技術を使っとったような感じの滑りだったんでさ。ちなみにこの動画は、ちょっとすぐには上げれません。スマホで違うアップロードに時間がかかるスマホで撮ってるんで、今日ね、ゴゴナイターの件作ったんでじゃないわ。夕方にアップします、多分ね。あの人も頭が下がってるとか、ケチつけられるかな。もう一級ならあれでいいじゃんね。合格者何人なんだろうな。カメラがブレてすいません、本当に。あの人もローテーションだね。ローテーションでもさ、うまく滑れればいいじゃんね。別に。うまいじゃんね。緩斜面になると調子良くなる人がおるね。レールコブを普段滑ってる人だよね。そういう人は。さあ、僕はいつ受けようかな。本当は今日の予定だったんだけど、ちょっともう疲労でやめたんですよ。今日わしがたけでね、受ける予定だったけど。え、あの人ジュニアじゃないんだ。かっこいいな。女の子かな。うまいね。モーグル滑りしとるじゃん。あの子合格っしょ。あ、ジュニアが後か。あのさ、コブって脚力いるはずなんだけどさ、女子って滑らかに滑るよね。体格の問題なのかな。男って逆三角形じゃん。でさ、スキーとかスノーボードってさ、逆三角形じゃなくて三角形の方が、体格としてね、向いてるような気がするんですよ。ああ、先生なんかすごいことしようとしてこけたな。だからさ、ああいうふうにさ、うますぎてもこけたら減点とかさ、本番はきついよね。本番は。はい、ってことでした。